こんにちは、昨日は小川金魚店さんの江戸錦を紹介したんですけど、この右下にある発泡スチロールの中が小川金魚店さんなんですけど、まあ、3つですね、発泡スチロールの中で冬眠させた、金魚がいるんですけど、まあ、それぞれ70リットルぐらい入る、発泡スチロールの中で、冬眠してくれてました。その中で、真ん中に住んでいる、こっちがですね、昨日紹介した小川金魚店さんの江戸錦です。で、この横に住んでいるのが宗像金魚ハウスさんで購入した、龍眼オランダの金魚です。で、その隣が出雲南京のちょっとちっちゃい子たちですね、成長が遅かったたちをボーンって、入れてるんですけど、まあ、今回発泡スチロールで、冬眠させた子たちが、3つ部屋があって、まあ、そこで3種類飼育をしていました。まあ、とりあえず問題なく冬眠を終えまして、それぞれ、ここの飼育水ですね、飼育水をブルコンの方に移動させて、生態だけお引越しという形ですね。この内側の壁だったり下だったりには、まあ、いろんなものが、ね、沈殿物が溜まっているので、これがまたこの春になってぐっと水温が上がってくると、ここからいろんな菌がたくさん湧いてきますので、その前にきれいな箱に、移動してお引越しするっていう感じの冬眠起こしですね。ただ急に水替えすると金魚もびっくりしてしまいますので、この飼育水はこんな風に吸い込んで、こうやってゴミとかは吸い込まないように、ホースで、洗濯機の給水機ですね、で吸い込んで飼育水を移動させてる先にこの子たちもお引越しっていう感じですね。ここです。今回の新しい新居はこちらになります。ブルコンは内側はもちろん綺麗なんですけども、まあ、綺麗な広いお家にお引越しっていう感じですね。で、無事、この子たち3匹も無事冬眠を終えたんですけど、1匹ですね、尾がちょっと欠けてるような現象があったんですけど、なんか病気で欠けてるような感じじゃなく、なんかただなんかぶつかって欠けたのかなっていう感じだったので、まあ、とりあえずそのままにしています。で、現在ですね、追尾行動も始まってるんですけども、特に卵ブリッと出すこともなく、まだ産卵の方は始まってないですね。まあ3匹で優雅にブルコン180の中で、泳いで、います。もともと自分龍眼オランダっていう、よくね、昔は金魚の村の動画で出てきてたんですけど、すごく大好きな金魚ですね。顔がめちゃくちゃ可愛いんですよね。ウルトラマンみたいで、すごく可愛いです。で、唯一自分の中でちょっと好みが違うなっていうのが、尾ですね。尾がちょっとなんか特徴がなくて、なんかできれば自分の好みからすると平たい尾っていうんですかね、横開きの尾が好きなんで、長尾とか土佐金とかね、そういう感じの尾が好きで、なんかちょっと垂れてるんで、垂れてる尾ってあんま自分好きじゃないんですよね。まあなんかひらひらと綺麗なんですけども、なんか僕の好みとしてはなんか平らに横に広がった尾が好きなので、なんかそういうのにちょっと血を混じ、なんか長尾だったりね、土佐金だったりと掛け合わせて作っても面白いんじゃないかなと思うんですけど、いやー、でもまあ可愛い金魚ですね。ちょっとブルコン180の上見水槽ですね、透明の水槽ではないので、なかなかこの子たちの魅力が伝わらないんですけども、水槽ですね、透明の水槽で飼うとすごく魅力が伝わると思います。顔がめちゃくちゃ可愛いので、まあ、キモ可愛いという表現をしていいんですかね、まあ、キモ可愛いんですよ、本当に顔が、目が飛び出てて肉流ブクブクで、フンタンがあって、でもなんか体意外とサラサで綺麗だぞみたいな、まあ、なかなか全国の金魚屋さんに出回ってるような金魚ではないので、まあ、貴重な金魚でもあります。尾もね、綺麗なんですけどね、綺麗なんですけど、もうちょっとなんで色が乗ってほしいというか、なんかちょっと赤と白のグラデーションをね、出して欲しいなと思うんですよね。で、結構白がちの尾が多いので、で結構赤い血管っていうんですかね、ちょっとストレスがたまると赤い血管みたいなのが、ね、じわじわと出てくるのがこの子たちの特徴で、なんか尾を改良できれば、なんかもっとなんか美しい金魚になるんじゃないかなっていつも思うんですけども、金魚の村の飼ってる金魚の中では、まあ、キモカワ部門でいうと
1位の子たちなんで、まあ、肝皮部門代表の子としてちょっと頑張ってもらいたいなと思います。そんな感じで、今日は、福岡県宗像市で購入した小川金魚店さんですね、で購入した金魚の紹介でした。ありがとうございます。